皆さん、こんにちは。ハリネズミ検証生活でーす。これ、マインメロディーって書いてあって、これ検証じゃなくて、おまけです。なんか、アサヒ飲料の、なんか、アミールについてました。ちょっと可愛いなと思って。でも、3個揃えるほど、アミール買わないかな、みたいな、そんな感じです。はい。駐車場のね、関係で、ちょっとなんか、あんま欲しいものとかなくて、とりあえずおまけついてるから買ったみたいな。マイメロディーはなかなか、いいんじゃない？ちょっと見てみよう。これちょっと使おう。なんか、かわいい。何を入れるのかはちょっとわかんないけど。まあ、スマホ関係。なんか入れるかな？これ。うわーって感じの、なんか生地が、なんだろう、なんか水を吐きそうな、なんかうまく言えないな、なにこれ、生地、これを出せばよかったね。はい。これ早速使います。でもこういう巾着とか、エコバッグとか、あと、いっぱいあるっちゃあるけど、まあ、なんか使おうかなと思ったら、使えばいいさ、みたいな、そんな感じがございますね。はい。で、さっきですね、ちょっとショックなことがありまして、何ケトルが壊れた。マレーツの検証で当てたケトルが壊れた。やばっす。で、じゃあ、でも、ケトルといえばですね、男梅の、ケトル。あれね、4個ぐらいね、当たったんだよね。毎回当たって、4個か5個ぐらい持ってるから、それを使おうかなと。ただちょっと、ケトルよりも、なかなかちょっと愛用してたものが壊れる。ちょっと嫌だね。あんなのなんで壊れたんだろう。電気がいかなくなったのか、はたまた一晩経てば治るのか、よくわかんないんだけど、壊れたから、まあ、あれで、なんとかしようと。今、異常にいっぱいあるのは、あれです。ケトルと、ホットプレートと、ケトルとホットプレートが5個ぐらい。ケトルっていうか、だから男梅のやつなんで、ちょっと形状が違うんだよ。ノーベルの男梅、電気ケトル。すぐ出せる、そこはすごいね。でもこれね、中身入ってないんだよ。中身ね、一回使ってわーってやって、で、下が入ってなくて、その下を、がなくしちゃったからもう一箱開けるかとかっていう、ちょっとそれをなんか今その辺探してたら、この三脚、いつもの三脚が出てきました。やった。これでなんか通常になります。これ意外と高いやつだから、お金使って買うんだったらまあこれ使うかみたいな。壊れたとしても同じのがまだいっぱいあるんで、これですよ。これにね、これに男梅の絵が書いてあるっていう、うわーってやってるやつが、デザインが書いてあるっていうね。なんか夜間みたいな感じで電気で、ちょっとどうなんだろう。結局そっちの方が使い勝手が良かったんで、マレーツの方使えちゃってたけど、これ割と値段も高くて人気のやつなんで、まあいや、それかなんかまだ、当たってるやつ、こういう優しい未来とか、これも多分そのうち期限が来ちゃうから、早く選ばないと、って思ってますね、これ、ちょっとお高いやつで、ケトルがあったらケトルにするか、みたいな。とにかく、ホットプレートがいっぱいありますね。で、自慢かよって、自慢じゃないんだけど、とりあえずさ、実績を語らないと分かりやすくさ、当たってるよっていうのを言わないと、だから自慢ではないんだよ。自己紹介ぐらいな感じで。で、ハサミさっきその辺に置いたんだけど、ハサミがない。ハサミがない。何がない。針がない。毎日が忙しくてですね、検証に取り組んでる、暇がないくらい忙しかったりとかするんですけど、あったんですよね。ね、今回は、
ちょっと実践というか、忙しいから、こう喋りながら、検証もやらないと、まあ、ガチにさ、これ5時ぐらいまでさ、動画撮って、なんとかして、とかって、やってると、本当になんか、大変なんで、はい。ちょっと、検証と並行してやります。ビジュアル系 YouTuber 失敗小僧大先生が、YouTube の単価が下がって、1再生あたり 0.03 円になったんで、僕ちゃんこんだけ一生懸命喋ったのに、一本動画撮って5000円にしかならないって嘆いてましたけど、5000円だったらいいじゃん。私、ワンコインだよ。1時間も喋って。ただ、身は全然濃くないから、まあいいか。身は濃くないから、まあいいか。なんか、すごいさ、なんだろう、ただ私の視聴者の方に、歴史とかさ、歴史的なこととか、選挙のこととか、経済のこと話してもさ、ダメじゃん。多分。だから一回、なんかこう、エロ系とかでさ、やってさ、わーってとっついてもらって、視聴者がガーッと伸びたとしても、エロでやっちゃったらもうエロで行くしか、視聴者層がエロを期待するそうになっちゃったら、どん詰まるんだよね。でも私自体はもう検証のやつでやるのが、むちゃくちゃ苦痛に変わってきてるもん、もう。こう頑張らなきゃいけないじゃん。頑張り続けるのが疲れてきたみたいな。ちなみにこれはちょっと貼っていこう。で私がどうやってやってるかっていうと、まず、昨日バーコードをね、まあ、その辺のバーコード入れから撮りまして、ちょっとこれクラクラすんな、なんか魔法のメガネもさ、やっぱ0.5 だっけな、1.5 2 2.5 3みたいな、そんな感じでしょ。あれね、どんどんなんかさ、こう強くなってくるって、あ、やべ、もうほんとなんかちょっとでも鼻息っていうか、歯なんかやろうもんなら、息するとバーコードが飛ぶ。やば。やば。それにサプリメントを飲んだっていうね。バーコードを整理をしてですね、ここに、今やっている検証のバーコードをちょっと集めて、検証しやすいようにして、ビバドリームもね、なるべく9月中に応募しないとダメっていうさ。なんで9月中かというと、郵便料金が値上げになるからです。なので。で、最近、コンビニにも行けてなくて、のりこれだよ。これ使って、これがなくなったらおしゃかぼんだよ。行かないと、今日はもう氷もないからさ、コンビニもめっきり行かなくなっちゃって、これ何ポイントで応募しようかな。いつもだと、基本的にはこれだと、ここから見るか。ここ商品の紹介からしますると、やっぱこれだといいね。角度がね、こう、上の方に角度があって、数字が見えて。数字が見えないと私、気がついたら2時間超えてるっていうのが、ここのところ、ね、多かったんで、申し訳ないんですけど。で、これだと、まあ、2名様50ポイント、4名様が60ポイント。で、私ね、これね、60枚どうやって貼るんだよって。これ全部貼っても50枚じゃねえのって言って、電話したのね。したら、切ってみてください。ここに、専用封筒の作り方って書いてあるんですけど、ここのところにバーコード貼ってもいいですみたいなことが書いてあるって言われて、え、そうなんだ、みたいな、ちょっと発見。ここ、専用封筒の作り方って書いてあるところに、こちらのところに、もう貼って OK みたいな、なんかこう、折り込む部分に貼れるような仕組みになってるらしいんで、この部分。この部分にも貼ってください、みたいな。あ、なるほど。で、それはちょっと理解できなかったんだよ。どうしてかというと、ここに書いてあるんです、ここに。この、ここが足りなくなった場合はこのページにお貼りください。なんかここに貼れば60枚貼れるっていうことらしいです。今までこれの商品がですね、
上の方は私は全然狙ってなくて、いつも、こっちのパークチケットコースか、こっちのオリジナルグッズコースなんです、応募するとしたら。キリンの、でも貸し切りナイトコースは、なかなか難しいんだよ。仕事の絡みがあったり、子供の絡みがあったり。いや、もうそれこそさ、こういう検証、ディズニーとかね。もう私がこう当てまくってさ、やっぱりディズニーランドにさ、子供が練習でいなくて、ね、私とじゃあ誰が行くのって、こう4枚コースとかでも、当たったら多分当たると思うんだけど、家族3人で行くの一番余るじゃん問題とか、あとはもうほんとこういうの見るたびに思い出すのが、こうやって2月14日とかで検証当たります。貸し切りナイトです。で、ディズニーランドなんてさ、現役のさ、水泳選手だってさ、みんな行くじゃん。池江璃花子とかもさ、結構ディズニーランドとかに行ってさ、ピースしてるやつとかさ、あるわけですよ。今は結構なんか皆さん沖縄に行ったりとか、なんか水泳選手沖縄好きなのかよくわかんないけど、なんか沖縄行ったりとか、やっぱりバーッと試合やって、ちょっと大きい試合が終わった後とかは、旅行行ったりとかするじゃん。それもなくずーっとよ。で、こういうのが当たった時に、金曜日でしょ？これガチに練習があるんですよ。この7時半とかから2時間ぐらいは練習なんですけど、せっかくなんで、これ貸し切りナイトって日にちが決まってるんで、そんな毎月毎月あるわけじゃないから、行こうって言って。で、子供ディズニーランド行こうなんて言ったら絶対行きたいわけじゃん。行くでしょ？そんなことするときの休みの理由、これが結構大変なんですよ。本当に腹が立つ。さ、子供は子供としても生きていくさ、人生っていうのがあるんだからさ、自分に置き換えてさ、考えてみりゃわかんじゃん。もう何にもさ、楽しみもすべて捨ててさ、なんか、みそじボンバイの決命詞が、決命詞ってあれ、なんか、時代的に結構パワハラチックな、それこそな、みそじボンバイエって、ボンバイエってさ、イノキボンバイエとか言ってあれを想像するんですけど、決命詞って、なんか歌をね、ちびすけが、この曲をよくあいつがね、かけてたんだよとかいう曲をね、聞いたんですよ。たまたま。もう、重くそパワハラとかなんだけど、今の時代にそぐわないんだけど、だから、若い人たちのグループじゃないでしょ、これって聞いたときに、なんとなく思って、えって思ったら、あれよ。なんか、月面師ってさ、もともとさ、なんか便秘のさ、成分じゃなかったっけ？便秘に効く生薬の成分じゃなかったっけみたいな。私はそういうなんか感じで思ったのね。ケツっていうのでさ、なんかちょっと卑猥なのって想像するよりも前に、私はなんか生薬のイメージがすごい強かったの。石って思った人とかもいるかもしれないんだけど、あれは多分便秘のなんか成分のやつで、血面石がどうのって見たことがあるんですけど、皆さんはどういうふうに思いますか？で、年齢的に なんとなく違和感みたいな感じで思ってて、で、気になったら、もうスマホがあればね、すぐ気になること、ワードを入れればすぐ教えてもらえるからさ、便利な世の中なんだよ。で、見たらさ、血面子自体がやっぱり40、50代、50代とかの人が構成されてるから、まあ、むっちゃなんかなんていうのかな、学校の昔の、で、50代の人とかって、あれでしょ？学校の体育とか、なんとかで、往復ビンタとか、パイツネリーとかあったとか、あと空気椅子とかやらされた時代なんじゃないですか？多分。だからあんな歌がとか言って、ケツメイシファンにもすごい申し訳ないんですけど、なんかちょっと歌詞が結構パワハラチックだなと思って。なんかすげえなんかもう頑張って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 、じゃあお前も頑張ってる姿見せろやって、なんかお前は頑張らないでさ、お前は頑張らないでっていうか、なんか頑張りようが足りないんだよなかな、多分なんとなくちょっとなんかなって思ったよ。
もうなんかトラウマだって。ケツメイシにも迷惑だよね。どんなにいい歌歌ってても、ずっと自分の辛い時に、ずっとそれ流されて、耳にさ、入っちゃったらさ、トラウマになっちゃうじゃん。で、何をしたいかっていうと、私はこの雑談をしながら、ちょっとなんか手がさ、ちょっとなんか、乾いてるんだけど、今、死ぬほど売るほどハンドクリームがあるのに、にもかかわらず、目の前にないんだよ。バラのやつはあるんだけど、違うんだよ。私はなんかそうね。うん。それでまた新しい箱から出してやるとさ、ちょっとなんか手がかさつく。なんかハンドクリームないかな。自分の理想的なハンドクリームがないか？ないか？この辺多分めくれば多分、ハーバーのディズニーシリーズのハンドクリームがあるんで、こちら。これかぶってないか？大丈夫か？これ結構お気に入りでしてね、このハンドクリーム。これを開けるしかないよ。その辺にないんだもん。でも、手がさ、かさついてんだもん。で、バラのハンドクリームはつけたくないからさ、バラのは、ここにあるんですよ。昨日は、探すのが嫌だから、このハーバーのナイトクリームなるものを手に塗ったんだけど、これはね、ハンドクリームと全然違って、手がベタベタするだけだった。保湿。って感じ。これはまあまあ、良くてですね。ハーバー、香りがなかなかいいんですよ。ミントの香りっぽい、ハーブの香りみたいな感じで、これすごくおすすめなんですけど、5個あって、5個あるうちの、まあ、ハーバーといえばラベンダー。この匂いがまあまあ良くて。バラはとにかく私あんまり好きじゃなくて、これが多分、ピンクがバラで、これが、ちょっと待って、書いてあるんだよ。これがストラスで、これが多分ミントで、まあミントもいい香りですよ。これが、何これ？匂い何？イラン、イラン、ジャスミンって書いてある。イラン、イランって、イラン、イラン、ジャスミンの香りって何？いや、多分もう人通り使ったと思うんだけど、イラン、イラン、あ、ついちゃった。イラン、イランの香りが気になるので、ちょっとイラン、イラン試してみよう。今、手がカサカサしちゃって、さっき、ひき肉手に持ってたら、むちゃくちゃなんか、ひき肉っていうのはうちの鶏ですよ。肉を、ハンバーグ作るときは肉じゃないです。ひき肉っていううずらがいまして、そいつを手に持ってたら、すっげえひき肉の匂いがして、まあ、うずらの匂い。なんか、まあ、うずらの餌の匂いっていうの、もうなんか、臭い、ひき肉の匂いが手についちゃったんで、手思いっきりね、石鹸で洗ってきたんだよ。石鹸っていうか、ハンドソープで。何これ？いらん、いらん。いらん、いらん。よくわかんねえ。これ匂いの説明が。わかんない。なんか、うすら残りがのひき肉の匂いがなんかある。あ、ひき肉の匂いってマジ嫌だな。なんかこれで。ハンドクリームで。で、ちなみに、こう健康的、寝てないとか、疲れてるとか、あとご飯がちゃんと食べれてない時って、健康のバロメーターと言いましてですね、爪のところの白い部分がなくなったりとかするんです。そしたら、爪って、ここから生えてくるので、ここにハンドクリームとかを塗ると、結構再生に効くって。それは皮膚科から聞きました。美容皮膚科っていうか、皮膚科大好きなんで。あと子供、爪のところに白いのがないから、その今弱ってんだよ。で、私もまあまあいろんなことがあって、疲れてるんですけど、で、疲れてて、あんまご飯とかも食べれてなくて、寝れてなくて疲れてるんだけど、すげえなんか弱ってるっていうかもう、そんなね、おしゃれするだの、服だの、なんだのって、かまっちゃいられないんだよ、髪の毛とか、いろんなことに、かまっちゃいられないの、もう。だってもう寝れないんだからさ、寝てないんだから、寝る時間が削られてんだからさ、寝れないと結構ね、欲の、三大欲の中の、寝れないが、ちゃん、寝れてないと結構しんどいものがありますよ。食べないのを我慢するのはそうでもないし、あと、睡眠欲、食欲、性欲みたいな。性欲はね、全く別に支障がないので、いいんですけど、
これは、性欲ありきの人と、性欲別に、うん、いいですっていう人と、二極化するので、結婚とかしたい方はですね、これ、まあ、性欲の強い男の人とか、まあ、性欲の強い女の人と、結婚したりとかすると、結構、高確率で不倫しますよ。浮気しますよ。揉めてる系は。ただ、自分もその性欲が強かったら、性欲の強い、男と結婚しないと、結構、こう、自分が性欲強くて、相手が性欲、低いと、これまたうまくいかないので、ものすごい確率で結構なんだろう、旦那が構ってくれないとかっていう風になっちゃったりとかするんで、性欲っていうのはですね、男性ホルモンが強い人は性欲が強いと言われてるので、もしですね、女性の方で性欲が強めみたいな感じの方はですね、ハゲと結婚するとよろしいと思いますわよ。ハゲっていうのは男性ホルモンがバリバリに、反映されてる証拠だと思うんで、男らしいっていう感じになると思うので、ハゲと結婚すれば性欲問題とかはね、オールクリアだと私は思ってます。ハゲは優しいしね、ブルーオーシャンですよ。ハゲでね、浮気しまくるのはなかなか難しいんで、ハゲは浮気もしないで、一途に、子孫繁栄にね、むっちゃな貢献してくれるんで、スケベな女性の方には最適です。で、女性っていうのは大体さ、浮気あんまりしないんだよ。まあ、これする人も、まあ、一定数はいるんだけれども、女性っていうのはその一人、この人って、旦那がこの人って言って思ったら、あんまなんかその、浮気しないんじゃないかな。昨今ちょっとそれもなんか、言い切れる感じではなくなったんですけれども、男勝りに働いてる人は、女性というよりは、男性と対等に働いてる人は、男女平等とかさ、なんかこう、女性の社会進出とかってやるんだったら、女性もオス化していくんでね。今まで男性と女性とのトラブルっていう中で、ありえないことも起こりうるってことですよ。じゃあちょっとこれ、できれば私ね、意外と A 型なんで、結構ね、私のこれ貼り方はね、意外と神経質だったりするんですよ。どうやってやるかっていうと、まず何枚貼るかで解説して、そこから逸れてハンドクリーム塗ったんだろうな。だからこれを解説しまするとなんだから、このさ、貸し切りナイトコースとかが当たっちゃうとさ、その日休んでいかなきゃいけなくて、その休むたびにすげえ嫌味言われてさ、たまには休ませろよって、気分転換なんて必要だろうよって思ったんだよ。むっちゃこんなのさ、もうお前はさ、これディズニーランドお金を買わなくていけないのと当たらなくていけないのとダブルでしょ。でもさ、世の中の普通の子供ってさ、ディズニーランドとか行くぞ。小さい時のそういう思い出がなかったら、やっぱり窮地に立った時にさ、ねえ、人間味のないやつになると思うよ。今一回もディズニーランド行ったことがないとかって。まあ、時代的にね、40とか、このディズニーランドが今40何周年とか40周年とかそんな感じでしょ ?40 ぐらいの人だったら、ねえ、40ぐらいの人かな、生まれた時にディズニーと同い年みたいな。私の場合は、ちょっと待ってみ、ディズニーって何周年、なんか、とりあえずディズニーランド、関東でディズニーランドずっと行ったことがないっていう天然記念物ぐらいの感じだったんで、で、結婚したらとか、最終形子供が生まれたらとか、いろんな夢をさ、考えながらさ、来て、ずるずる行かなかったんだけど、結局、彼氏ができたらとかさ、なんかそういう、なんだかんだ言い訳をつけて、ディズニーランドにあんま好きじゃなくて行ってない理由にしてたんだけど、やっぱ子供がいたら、生まれたらは行くの、生まれてすぐディズニーランド行くのは多分、生まれてから1歳とか2歳とかだったらディズニーランドあんまり楽しめないと思うんだけど、やっぱ小学生とか過ぎたりとかすると、まあ、小中とか、それくらいだと、行きたいぜ、ディズニーランド。行こうとするとうるせえって。ほんと嫌だった。子供はね、結構真面目なんだよ。で、
って私が誘っちゃうんだよ、うん、思い出の一つもないとみたいな。そうするとまたあいつにいじめられるっていうね。負だよねマジに。1111111111と、そりゃさ、あとさ、家族の兄弟とかが人数が多すぎてさ、行けないっていうさ、兄弟が4人とかいればさ、ディズニーランドそんな簡単に行けなくなるからさ、うん、あれだけどさ、ねえ、少人数家族なんだからさ、ディズニーランドぐらい行かせろよ。行ってねち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 、家も行ってくんじゃねえよって。こっちは気使ってお土産とかも買ってさ、どこに行っても旅行とかに行ったとしてもさ、お土産買ってきたりとかしてんのにさ、なんか、何なんだよって。思うよね。その、ちょっとこれ、ちょっと行き詰まってんだけども、ないんだけど、この番号が。この、091903がもうない。ちょっと待ってみ。これ、何が出たいかというと、貸し切りナイトコースも、これは思い出すだけでムカつくから、ちょっと、あ、でも今ちょっと、もうあいつと関わってない、関わらなくていいんで、開き直って貸し切りナイトコースでもいいんでしょうけれども、パークチケットコースで、ちょっと、休みに自分の好きな時に行こうみたいな感じの方がいいかなと思って、14ポイントで行きましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ですね。うん、まあ、10枚貼れました。この同じ番号で、903のやつですね。でも、確認してるんで、大丈夫な番号です。これは、キリンビバドリームの場合は、バーコードが対象商品か否かっていうのが、すごい大事でですね、これ、ここの、キリンビバドリームの、ここの、QR があるんで、ここに飛べばですね、バーコード一覧みたいなやつがあって、対象商品の一覧があるので、それ口で言ったんじゃわかんねえよっていうのと、ちょっとやりまひょう。あ、ちょっとダメ。今、充電がね、スカスカになってさっき充電してたんで、ちゃんと、このバーコードのところに行かないと。はい、ビバドリーム。はい。行きまひょう。で、バーコード。これね、バーコードナンバーから検索ってやると、この490-9411の次が、この場合だったら、これほうじ茶のやつなんだけど、092641なんで、09で始まってると。でここを見ると、私なんかもう大きくじゃないと見れないんで、092641。ここを調べてですね、092641。たまにね、ないバーコードを持ってたりとかするんで、確実にここ、喋らなきゃダメなんですよ。2641。喋りながらなんで、結構いつもやってるペースより全然低いんだけど、これ、キリン生茶、ほうじ茶525ミリのペットボトルですよ。OK ですよって言ったら、とりあえずこれを貼る。私はこういうタイプですね。同じバーコード番号で貼って、まあ、限界まで頑張るんだけど、まあ、同じのが途中でなくなっちゃったりとかしたら、次の、こう、貼っていく。で、何枚だっけ ?14 枚。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13!13 枚で、14枚目。あった。ほうじ茶あった。よし。これだ。これ確実に14枚大丈夫です。で、皆さんはどうしてますか？この後どうしてますか？まずここに14って書こうね。まあ、一応もうこれ貼ったんで、これでも折り曲げて作っちゃっても多分大丈夫だと思うんだけど、私は一応ここにですね、昨日はあらかたの形で切ってたバーコードを整えて切るか、ちょっと、ハンドクリーム塗っちゃったんで、これね、滑っちゃって、このテープ、100均で売ってるんですけど、100均で売ってるテープが良かったりするんだよ。ノーブランドです。安いテープだから、これがね、薄いのすごい。薄々ですよ。薄々なんで、
薪が多いこの透明の薄々をここにかぶせるように貼ります。うん、貼ります。これもこんな感じで、一応こうやって透明のテープで貼って、これを折り込んで、個人情報を書くところまではできないので、こんな感じですね。次行けよと、キリンのね、次行けよと。いや、エコバッグみたいな、なんかあの 2way トートバッグ欲しくない？あーでもな、これな、なんかゴルフの用品入れるのはいいかもしれないけど、白だと汚れるじゃん。だからでもな、今気に入ってるのが、ゴルフのやつで気に入ってるのはニューバランスゴルフの、ケースとかバッグとかそういうやつ気に入ってて、あの牛柄のやつがあるんですよ。ニューバランスゴルフの牛柄のやつ、あれが気に入ってまして、ほんと牛好きなんだよ私は。あのホルスタインのモーモーが好きなの。食べる食う方ですかって言われたんだけどさ、食う方じゃないんだよ、とりあえず牛が大好きなんでね。なんでもまずこれを大まかに切ります。一回ね、分かんなかったら事務局に聞くといいですよ。親切丁寧に教えてくれるから。その聞いてるところをさ、あれちょっと迷惑なやつだとか言ってくるやついるけど、迷惑じゃないの、お仕事だから。あの聞くは一時の恥って言うけどさ、その係の人に聞いて何が悪い、的確に要件が分かって非常にいいんですけど、あの間違ってさ突き進むよりもいいと思いますか私は。でどのポジションで14枚なのかを把握し、ここ2枚余りで14枚ですね。次はキリンの何する、あの100番割と多いね。100番2リットルの生茶です。もう見なくても分かってます。ついこの間100番のやつをこれをね、こうチャチャチャと、皆さんもこれはもう皆さんやろう、これもうあの9月中にやっとかなきゃいけないんで、9月は大変だよ。遠征っていうかその買い物にも行かなきゃいけないし、かつこういう細かいバーコード貼り活動とかですね、細かい作業もあるから、カルビー大収穫祭ももうすでに用意しとかなきゃダメなんだよ、次の締め切り分を。今回は、あの、1回分の締め切り、1回締め切り応募しましたんで、まあ、ちょっと、ほっとした。1回分終わったんで、次の、ね、2回分を、まあ、作っておく。もう、これくらいの時期には、もうすでに、4回分ぐらいまでの用意してたんです、今までだったら。コンスタントに4枚とか出すっていうのは結構大変だったんで、そんな感じだったんだけど、今年はもういいかなって、芋もタワーにしなくても、なんで、こいつ当選が少なくなってるわってあれじゃなくても、普通に卒業だと思って、そんなあのタワーにしなくても一生、もうケーキとかなんかはもう健康上の理由で無理なんだろう。食べたら、あのね、急激なる血糖値が上がるっていうのはよろしくないんですよ、血糖値を急に上げるっていうね。ケーキはね、むちゃくちゃダメなんですよ、まあむちゃくちゃダメの中では、そうね、糖尿と高血圧どっちの方が危険かって言ったら、甲乙つけがたいけど、糖尿より高血圧の方がやばいんじゃないのって思ってる。だから塩分は意識して、少なくしていかないと、塩辛いものが好きだとやばいですよ。血管が詰まるんで、やっぱり高血圧と
うん、糖尿、まあ、両方にならないように、生活習慣病にならないように食生活と運動って、あ、昨日何で、いや、なんか高須美希は見た後に勝手におすすめになってきた、なんか医者が話してるやつ、あ、見てたらそんなこと言ってました。これ、あの、全部100番でやりました。これはもうすでにバーコードの番号は調べてるので、こう端折って、ね、やりません、うん、皆さんちょっとお付き合いくださいね。これ何枚かキリンビバドリーム仕上げて出しとかないと、で、やっとかないともう追われてますからね。で、これまあまあキリンは1年間バーコードを試したから、はがきをちょっと多めに持ってこようかなと思ったんだけど、はがきね、今もうないからね、ちょっと、もうちょっと持ってくればよかったって思ったりとかしました。私は、その、1回の応募が60枚で出してないから、60枚で応募する人が1個応募する分を、14枚で応募してるんで、5枚ね、分、作れちゃうわけですよ、これが。うん。なので、まあね、その分持ってこない。これ結構厚みもあって、はがきの、なんか、ボリュームが、はがきっていうか、この応募はがきのボリュームが大きいんで、束で持ってこようとすると、すごい、あの、いいって感じ。で、ちなみにこれは、内寄りで、この部分に糊を貼ってくださいみたいな指示が、ここに細かく、書いてあるんですけれども、実際問い合わせた時に、まあ、これを開ける機会があるとか、こうやって貼ろうが、明治もこんな感じじゃないですか。こうやってちゃんとあの山折り谷折りでここに糊をつけようが、こっちに糊をつけようが、糊じゃなくてテープでつけようが、封筒の作り方は全然検証の当選には関係ないと言っておりました。どうやって開けてるのかっていうのも、まあ知りたいですけどね。なんとかキーみたいなやつがあって、こう置くと、シュパンって。いや、でも一般的にさ、考えて、おそらく、これを、パーっていったとしたら、キャンペーン事務局の人が手で一個一個開けてんのかな。いやー、謎よね。正解が何なのかわかんないけど、想像するとね、なんかこう、シャーって入れたら、開くぐらいの、まで、あの、機械でやるなんかが、画期的ななんかマシーンがあるのか。いや、でも一日中これなんか封筒開封活動とかやらされそう。あの、キャンペーン事務局の人、来たら開けて確認っていう、バーコードの確認活動とか、開く、一日中開く仕事とかやらされそうじゃない？なんか。あの、だってさ、内職とかってあるでしょ？内職の人ってさ、一日中単純活動をさ、何枚もやらされんじゃん。で、1000円とかさ、1個の単純活動、なんかこの、なんかにこう冊子を入れ込んでシールで貼るとかさ、なんか2工程ぐらいあればまだ単純でもないんじゃないのっていうぐらいの、ま、で、私内職やったことないんで、ちょっと内職はどんなものなのかっていうのは、なんかたまに内職をしながら配信してますとかっていうやつとか、あれをチラッと見たぐらいに程度なんで、内職の世界はちょっとわかんないですね。うん。ただ、なんかあの、私は、あれです。あの、働く、その時間が短くて、高収入なやつ、あの、性的ななんとかとかじゃないやつで、っていうのを求めてはいたので、うん、なんかあの、性的なのかどうかわかんないけど、ラウンジ嬢ってどうなんだろうね。この間の、あの、15区で出てたあの方が、なんか自殺されたとかいうのが出て、ニュースが、あの、表示されてて、すごい切なくなったけどね。うん、特に、ほら、うち、ね、同じような、あれがあったじゃん。だから死ぬほど追い込まれてる人をずっと見てたわけだから、何がっていう、あれではないけれども、やっぱりなんか、うん、なんだろう、なんか、いやー、なんか日本のなんかさ、その、集団でとかさ、もう、その、なんだろう、SNS とかは気にしないで、その自分の悪いことを書いてくるやつとかは、
シャットアウトしろとかさ、簡単に言うけどさ、そんなもんじゃないんだよ。マジ嫌なものは嫌なんだよ。見るなって言ったって、見ちゃうんだよ。私もほら SNS の、嫌がらせとかやられた経験があるわけでしょ。それで最近もそうやってあのバカなやつ、子供死ぬまで追い込んだやろうがさ、挑発してたわけじゃん。何を考えてそういうことやるのか分かんないけど、ほんと人を傷つけることに何とも思ってないやつっているからさ、バカが。だからこうやって死ぬまで、死なないと分かんない、自分のやったことが。もう今回そういうので、どういうことでこう死に至りますって言って残ってるのかどうかっていうのは分かんないけど、おそらくね、死のうと思ってる人ってそのことに対して死のうっていうことでいっぱいいっぱいだから、多分ね、遺書とかをね残してない人の方が多いと思いますよ。三浦春馬さんとかだってさ、遺書がどうのとか、まあ、あの方とかの結構著名人の自殺が続いた時とかは、なんか陰謀論の人が多かったんで、自殺じゃなくてっていう考えとかも多いけど、でも実際ね、あんまなんかその明確な綺麗な、なんか全てを、身体を綺麗にする系の、なんかこう、いろんなことが書いてある遺書なんてね、残してることの多分少ないと思うよ。もう。だってもう元気がないんだから、その先のことまで考える余力がないんだから。マジに。でも死ぬまでやめない奴がいるからさ、そういうなんかあの、鬼の首取ったみたいにさ、なんか言うやつとか、あれをなんとかしてほしいよね。加害者をそう、あの、なんか加害者っていうか、そういうことをやってるやつをなんか撲滅するような活動なんかがないのって。ね、なんか加害者、いじめ加害者とか、そういうあの誹謗中傷加害者みたいな人に対しての厳罰とかが考えていかないと、命の出入りフットラインとかね、やったってさ、あんな書けねえよ実際。そんなもう、そんな、なもうあの余裕ないから。え、てか、あと1枚ないんだけど、ちょっとすげえ悔しいんだけど。A 型の私が、イライラする瞬間。こういうの、全部同じ、あれでさ、やりたかったのに1枚ないっていう。ここに、まだ昨日見てない、チェックしてない、あれがありますよ、これ。こういう風にアバウトなんですよ。アバウトに置いとくんですよ、これ。キューピーマヨネーズ。キューピーなんか、1年1回なんで、これただ、1577がキューピーの番号なので、まあまあ、わかるっちゃわかるんだけど、一個ぐらいちゃんとやって、あった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 よあったよ、もうね、うん、ここから出てきた一個。結構だから、あの、生茶は割と飲んでるんで、こういうちょっとアバウトに汚いやつを、この、縁をきれいに、こう結構まあまあ切れなくなってんだよ、このハサミも。で、家にね、ハサミをいっぱい置いとくと、縁を切るっていう、縁が悪い、縁起が悪いですよ。ハサミいっぱい置いとくと。一個、ハサミって必要だから、一個は絶対必要なんだけど、その一個をちゃんと置き場所を決めて、やった方がいいんですよ。そこら中にハサミ置いとくと、縁を切るっていうことね、縁起が非常に悪い。で、これ14ポイント貼りました。ほんで、持ってるさ、はがきがあと2枚ぐらいになってきた。どうしましょうね。これもね、まあこれだったらまださ、鼻息っていうか喋ってても、そう、息でさ飛ばないけど、カルビー大収穫祭はね、喋んないでひたすらなんか虫になってやらなきゃいけないんで、多分だからこの活動を夜してる方が暇つぶしに聞くのにはぴったりなんじゃないかなと。この1個1時間喋るという。2倍速で聞けば1時間が30分だからね。2時間の動画は1時間。で、検証なんかこれね、結構綺麗にこう やろうとすると、小1時間かかんだよ。でも今の YouTube のさ、人ってさ、ほとんどさ、動画さ、ちょっと今、ボコっちゃった。しくじった。綺麗に貼りたいタイプなんですね。今のみんなさんってさ、12分とか15分ぐらいでさ、で、動画短いじゃん。そうするとこの集中活動に向かないっていうさ、現象が起こってくるわけですよ。
私はこうゲーマーの方に寄り添ってですね、このクソ長い動画をアップしてるっていう。しかもなんか5000円じゃないよ、私は。ワンコインだよ。ゼロか1個違うぜ。はい、もう単純活動とか眠くなってくるな。でもキリンビバレッジのこれをやっつけとかないと、で、あとアオハタとかもやっていかないとダメでしょうっていう。まずさ、買い物行けないにしても目の前にあるやつをこなしていくっていうのはね、必要なんでね。はい、頑張ります。あとですね、お米検証やってるんで、ぜひあの、インスタフォローしてください。あの、何かに巻き込まれるとか、個人情報がどうのとかっていうのはないでございますんで、大丈夫ですよ。変な、あの、投稿にまでいいねを押し進めてるわけじゃないんで、安心してください。ただ、ジュルルの方は、うずらのアカウントをフォローしてくださいって書いてあるのと、米の方は、ちびすけのアカウント。米の方が人気なんじゃないかなと思ったんだけど、米ね、そんなにすごいね、何万人も来てるわけじゃないんだよ。すごいなんかあの、少ないと思わない？私なんかそんな、まあ最近全然アップしなかったからな。うん、サンプル百貨店のやつもさ、あの、今サンプルボックスが届いてるでしょ？あれ大変だった時期だったんで、選ばれたんだけどさ、返信できなかったんだよ。それで返信できなくなるとしばらく干されるんだよ。はぁ、まだしゃあない。次の機会また頑張ります。あれはね、結構意気込みをすげえなんか、ケーマーの人ってものすごいコメントとかも、すごいいっぱいなんか文章書いてくださるけど、私は、あんまなんか書かない。すっごいでも豆な方多い。尊敬に値するよ。はい、この番号が合ってるかどうかを確認します。とりあえず。ちょっと待って、キリン生茶。違う。ビバドリームなんだよ。なんだよ、これ。ああ、私あれか。最近、Google のこれじゃなくてさ、キリンビバドリームのやつ。また QR 読まなきゃいけないのかよ。ここから、QR コードでビバドリームに行って、これ、88なんで、これ対象商品。これちょっと見て時間。1時半よ、今。まあ、昨日より全然早い。時間は。でも、すっげえ眠い、今。バーコードナンバーからで、08を選びます。なんか、一覧が出てきます。これが、088538。088538。088538。538。ここにありましたね。088。538、はい、何でしょう、キリン生茶 525ml ペット、はい、キリンは結構バーコードね、多岐にわたって多いんですよ、うん、ものすごく米やかく、これはね、ちょっと生茶の今のデザインのちょっと前のやつですね、おそらくギリ賞味期限の関係でまだこのキャンペーンやってる時にあり得るであろうという、これ100番あった。100番。うん。あり得るであろう番号なんですよ、これ。パッケージも結構いろんなパッケージがありましてですね。自販機用とか、あの、自販機用と、番号は同じなんだけど、ちょっと大きさが違ったりとか、デザインが違ったりとかするんです。番号は同じなんだけど、だと販売地域によって番号、バーコードの番号が違うとか、うん、自販機の中であったりとか、あるんですよ。で、基本的に駅に設置してある自販機っていうのは、スペースの関係上、大きい、量が多いですよっていうよりは、スマートボトルっていう方が結構多いです。はい。
でも最近自販機とかも徐々に値段が上がってきておりまして、もう今100円じゃね買えないのよね、ドリンクが。あの生茶とかなんかはいくらなのって、定価がスーパーで買ってるとビビるよね、マジに。今日ちょっと飲み物が途中でなくなって買わなきゃいけないっていうのでさ、自販機で買おうかちょっと悩んだんだけど、目の前に店があったから店で買ったんだけど、69円とかだったよ、このこれミネラル麦茶。コンビニで買うとこのマークがついてない、スーパーで売ってるやつにこのマークがついてるんですよ。これ69円だから68円で1本買えちゃうっていう。なぜ麦茶にしたかというと、睡眠の質のためにあんまりカフェイン入ってるやつ飲まない方がいいかなと思って。これも100番もう今度38が1枚足りてないですけど、ここに100番を足して14枚、こんな感じでですね、繰り返しひたすら。ただ今日の場合はもうほんとこのキリンのビバドリームをやっつけなきゃいけないっていうね、私にとってのこのノルマがございますので、そう、皆さんこれやりながらで申し訳ないんですけど、はい、聞いてください。で多分実際この手元見たい人もいると思うんでね、画像っていうか、こうやってどうやってやってんの、他の人どうやってやってんのって気になるでしょ。だからあえてビバドリーム、毎年当たってますからね、私ね、当たってる人が送るこのこうやって応募してます。何枚ぐらいは応募してるかなんかはその年々によって持ってるバーコードでね、何枚かっていうのはそれは違いますよ。もう封筒がなくなったらバーコードがあっても応募できないしね、封筒があと2枚しかないよ、やばいよ。いやちょうどいい塩梅でいいのかな。あんま出しすぎるとさ、切手代がかかるんで、それはそれでどうなのってところですよね。ちなみに今使っているボールペンは N700 新幹線、これあれかね、あれかしら、プレミアがつきますかね、これ東海道新幹線、新幹線乗った時にもらったやつです、はい、これはウェザーニューズって書いてありますね。これウェザーニューズっていう会社の、株主総会にいた時にもらったやつですね。これなかなか中はもう見せてもらえなくなっちゃったけど、あの会社はやっぱりすごかったね。もう全然あんまマイナーな時とかもあったわけですよ、ものすごく。でもなんか天気のプロ集団で、当たるその分析がものすごく、もう天気がズバッときちんと情報の提供なしていて、天気のそのテレビ局の採用率ものすごい、そこの天気ウェザーニューズの天気の採用率がむちゃくちゃ、もうぜひうちの報道のニュースっていうか、その予報を使わせてくださいみたいな感じの契約とか、あとこの YouTube とかが流行る前からですね、独自に自分のところの気象予報士にお天気の解説みたいなのをやる、YouTube みたいなやつ、ライブで配信できるやつ、放送できるやつとかを、構築してたからね、すごいなと思って。
本当になんか台風って言ったら台風だからね。だからそこ年々なんかこう進化していって、入り口にですね、なんかこう今台風とか来てたりとかするでしょ。そうするとあの入り口のところ入ったらすぐ社員が出勤してしたらすぐにあの分かるように、エレベーター出たらすぐ赤いランプが光ってたら、あの結構今緊張状態であると。天気が崩れたりとか台風だったりとかするときにはむっちゃあのお忙しいというか、そういう会社だったりとかするんで赤いなんです。平常時は普通にあの緑みたいな、進めみたいな、そういう信号みたいな感じで、うん、やってるって言って説明で聞いたことありますね。いまだに気持ち悪いのは、そのウェザーニューズの株主総会が終わって電車に乗ってた京王線の車内で盗撮をしたやつがいたっていうね。あれ気持ち悪かったよマジに。ストーカーみたいなやつとか、なんかそれはあの好意を持って、私がね素晴らしく可愛くてあの好きだから撮ってるっていうわけじゃなくて、あの悪意を持ってね、あいつだみたいな感じで写真を撮るとかね、そういうなんかこうやるやからとかがいるから、なんか一回でも悪目立ちなんかしちゃおうもんなら、結構まあでもいい感じで目立ったとしてもやだろうね、なんかね、それはそれで。だから多分あんだけなんかもう死ぬほど悩んじゃうんだったら、あの綺麗な方がね、あのなんかラウンジに勤めてる時に生活保護とかっていうので風呂ばっかり叩く、死ぬまで死ぬほどさ、その人が死ぬほど叩くっていうのは本当だと思いますよ。私は死ぬまで追い込むっていうのはね。うし、なくなっちゃしまいました、このあれが、封筒が。あ、あと1枚あるかな、ここに。あと1個あった、あと1個あった、よし、あと1個。もう嫌だよ、まあまあ応募できるね。これさ、無駄でしょこれ。もうさ、もう、あ、でも、説明書きがなかったら、わかんないから、あれか。やっぱこれが必要なのかな。ふと足りないんだけど、どっかで調達するも何も。あ、ちなみにこういうのって、検証始まって、結構早い段階で、ゲットしないと、検証が終わる、締め切り間際になればなるほど、はがき、専用のはがきがなくなるので、うん、結構そういう意味でもスタートダッシュは感じだったりします。手に入らない時は本当ないからね。で、あのこうやって私みたいに検証がなんとかかとかって言ってるから、いろんなスーパーに行くっていうか、ネタ集めのためにも含めていろんなスーパー行くとかっていうことがあるから、あのいろんなスーパー巡ってね、あったっていうのを探せるからいいかもしれないけど、まあ車がないとか、子供が、小さい子供がいるとか、介護してるとか、あのちょっとそのなんだろう、怪我されてるとか持病があるとかで、これ自体はね、この行けるスーパーの数が少ない、あの田舎に住んでるとか、そういうので行けるスーパーが少ない人は大変ですよね、これね、入手できない。でもそういう人はですね、あのダウンロードっていう手もございますんで、ダウンロードはがき、なんかメルカリとかでダウンロードしたはがきを売ってるっていうパターンも出てきたんでしょ。まあそれだったらインク代使ってさ、自分で印刷したものをさ売るって言うんだから、まあ、私はいいんじゃないかなと思うんだけど、だってプリンターがない人だっているわけだからさ。あー足りない、足りなくなった、大丈夫そう、14枚いけちゃう、いけない、どうよ、あー大丈夫だった、1枚余った。
あー気持ちいいパターンじゃないなこれ。14枚あでももっとあるから、でももうこの封筒がもう私はないのよ。手持ちに封筒がないんだよもう。だからバーコードが余ってるんだよまだ。どうする？いっちゃう？もうちょっと。いっちゃっしょ、いっちゃっしょ。あーどうしよう。こっち狙う？でも貸し切りナイトってさ、とにかくトラウマ、今はちょっと無理かな。うん。なんかもう、あいつのせいでなんかいろんなことが、なんか私ですらもいろんなことが思い出すとさ、うわ、トラウマ、こんな検証一つでもさ、思い出すとトラウマ、全部あいつのせいにされてんだもん。私がさ、そしてこういう貸し切りとかのやつでさ、当たってさ、行こうよって言ってさ、でも練習が、とかって言って、ああ、でも、ディズニーランドのあれとこに行こうよって言って、誘ってさ、行ったやつとかもさ、いちいちね、いちいちさ、休む理由を考えて、ちょっと、祖母の見舞いにとかして、なんか、言われないようなさ、なんか、文句つけないような言い訳を考えてあれするじゃん。くだらねえ理由だな、とかね。ほんとクソなんだわ。思い出すと本当に腹が立ってくるわ。で、なんか、人を傷つけてるっていう自覚がないから、その後も SNS で心ない投稿とか、いろんな、なんか、こう、なんだろう、お前そこまでやるかっていうことをやるんだよ。友達をさ、外してきたりさ、人がさ、次のさ、どこで練習しようかとか考えてさ、動いてるところ先々に電話かけたりとかさ、先に電話かけたりとかさ、そういうクソ、汚えことすんだよ。そんな汚えやつ関わってたりとか、そんな汚えやつから何を教わっても無理だと思うわ。しかそういうのはさ、止められない組織っていうのも間違ってると思うし。1、2、3、4、5、6。1時間かけて6個しかできてねえのかよって。おっそって。喋りながらだからです。許してねって。うん。で、これがまた、ちょっと、今度、封筒をまたちょっとチョイスして見つけてきたら、あれしますわ。あ、まだこう、だ、今日のノルマまだあるんだよ。はぁ、疲れね。この作業ね。みんなこの作業頑張っていこうぜ。頑張っていこう。これキューピーね。私はだいたいプリマだった。プリマの広告、プリマも今キャンペーンがありまして、こちらキャンペーンのね、ワンデーパスポートファンタジースプリングスマジックペア、これは何枚？バーコード20枚だって。バカじゃないの。ディズニーリゾートパークチケットペア7枚、2枚だとプリマハム商品、絶対いらないでしょこれ。2枚のやつ7枚の狙いましょうかね。何これ、ファンタジースプリングスをより満喫いただける特定のホテルや宿泊プランをご利用の方だけのパークチケットです。あー意味が分かんない。あそう、まあ各回10組。あ、そんな、すごいの？スバラなの？これ。なんか、何が、スバラなんですか？これ。限定の、プリマハムの、ディズニーの貸し切りナイトとかとは違うんですか？ちなみにコロナの時のプリマハムの検証とか、あれはコロナがずーっとなんとか経ったらぐちゃ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 ってやってた時の延期とかさ、中止とかあれのごたごたもものすごく大変だったね。本当に、まあ大変だったわね。あと、95。はい、はい、こう、しまっとこう。ね。一応こうやって物別に、すぐにまた、キリンで、はがきっていうか、その応募の
封筒が見つかり次第またこれを再開する、これ違う、これは、アサヒ飲料ですね。これ水屋サイダーのパーコードですね。これは違う、これは違う。疲れた、これこの飽くなき活動が疲れんだよね。本当にこれ細かいよねこれ。こういう私がこういう喋り方をしてるからすごい大雑把なさ、すごいなんかガハハ系だと思ってるかもしれないけど、私むっちゃ神経質だからね、むっちゃ神経質、細かいんで、だから向いてるのかもしれない。検証 A 型だしね、 B 型とか AB 型って言われるんだけど、いやもう典型的な A 型ですよ。親も子供ももう周りみんな A 型に囲まれた A だから、マジに B であるわけがなかろう。あった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 。これ何 ?177?177? 関係ないやつ入れてんのか、私は。177は、これはあのサントリーです。これは何？次の、もうやめたんだ、私。途中で長谷園は。この、490-2388 が長谷園です。まあ、頭をね、覚えておくと、まあちょっとこの、これ14桁だっけな ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12桁?7桁?5桁?14桁ぐらいある、この数字をファッ、全部覚えて商品までで言えればすごいんですけど、まあ、ケーマーとしてですね、この企業の桁、ここの部分、4。ここはもう日本の食品、だいたい4から始まって、1,2,3,4,5,6、7桁のここで企業の番号なんです、これ。企業番号、企業に振られてる。だからこれ、長谷園で、で、こっちの末尾が商品になってくるんですよ。細かく。で、販売の、時期とか場所とかによってもバーコードが、変わったりとかもします。であと容量とかちょっとパッケージチェンジとか、まあ意外とバーコードの世界もですね、まあ奥が深い、はい、だから東洋水産とかのバーコードとかになってくると結構その販売の地区によってまあ普通カップラーメンとかカップうどんとかで関東の人は関東のを食べるので、なんか西の方が関西の方がどんなの食べてるかなって今までは分かんなかったりとか気にもならなかったと思うんだけれども、いや結構これは関西限定のウエストのものですみたいなのわざと関西風とかつって言って売ったりとかして、逆に関西の方は関東風みたいな感じで売ったりとかしてですね、各好みの味をより食べたりとかするんでしょうけれども、基本的に関西のものを受け入れる東京人はいたとしても、関西人が東日本のものを食べるっていうのは極めて考えられないような気はいたしております。はい。で、こちらが、ダイレクスというですね、まあ、ここら辺だと埼玉県まで行かないと入手できないハガキとか、あとは、マルエツも、ハガキありまして、キューピー。あと、三徳とかもあるかな、キューピーは。慶応ストアはまだ発見に至ってないんですけど、これ交換できるといいんだけど、自分が使わないものまで持ってくるとそれで迷惑を被る人が出てくるから、ちょっとあんま大量には持ってこない方がいいぞっていうところですかね。ただ種類は集めた方がその分抽選の、なんていうのかな、同じハガキでなんかさっきあるこの同じハガキ、マルエツのハガキばっかり全部マルエツに、10枚応募できる権利があるとしたら、10枚マルエツに突っ込むよりは、いろんな企業のこのハガキを集めて、
いろんな企業のハガキを集めて応募した方が当たる確率とか、当たる確率っていうか複数が当たる確率は上がってきたりとかします。で、キューピーも青旗もそうなんですけれども、各企業によって当選者数が変わってきまして、割とキューピーの方は人数が多いです。こうマレーツなんかだったら150名でしょ。で、分かりやすいのはスーパーアルプスとかだったら、あのこのまあ割とキューピーの方は60名なんで意外と多いじゃないですか。でも青旗はじゃあどれくらい、スーパーアルプスどれくらいだと思います？20名ですよ。こんな20名って書かれたら当たる気がしなくないです？これだってスーパーアルプスって今29店舗あるんですよ。29店舗で各店舗一人一人があの当たったとして、このハガキをどれくらいの人が入手するのかわからないけど、あのジャム3つのこのバーコードを貼って全店舗で20円しか当たらないっていう、もうやりけなくすでしょこれ見たら。普通の人だったらどうですか。あのあと相鉄ローゼンとかだと25名ですよ。当たる気がしないでしょこれ。ちなみにここのちっちゃいところに013とか012とか番号が振ってあるんです。こちらキューピーはここで、これがちょうど応募の面になるんですよ、ここ。なので事務局はここにいちいちなんでスーパーなんとか係って書いてあるのを見て箱で分けるわけじゃなく、仕分けするわけじゃなくて、ここに書いてあるちっこい番号を見て仕分けするんですね。はい。こういう、こっちの、キューピーの方はちょうど企業名が書いてあるからいいんだけど、あの、青旗の場合は、ちょうど、ここ、企業名のところが、半分に折ると切れちゃうんですよね。相鉄ローゼって書いてあるから。だから、どのハガキで応募しても、同じやろって思うかもしれないけど、いや、仕分けされちゃうのよ。13番のこの、これは相鉄ローゼのハガキですねって思われちゃうの。ここに企業名を、違う企業名を書いたとしてもダメなんですよ。で、皆さん、これなんかは、QR とかがないから、プリントアウトとかできないじゃないですか。この原本で応募するしかないっていう感じで、他にどういうやり方が、つって言ったら、事務局にかけると教えてくれるんですけれども、この白い、チーンとかなったな、チーンって。カチンって。これ。この白いハガキに書いて、で、こう企業の名前を書けば、それでも OK ですっては言ってましたよ。うん、だから、その全部そこの、スーパーに行って、そのスーパーなかったら何軒もはしごしてとか、ね、5、6軒回ってやっとありましたみたいななんかやってたら、はっきり言ってもたまんないんで、無理だよ。無理だよって言っても、私はスーパーアルプス全店舗30店舗あった当時に30店舗全部スタンプラリーで、限られた期間で、バーって行きましたけどね。で、バーって行って、取っ替えた時に、まだ商品がありませんっていうぐらい、早いですねとか言われた。うちでは初めてです、ここまで来た人とかって言われちゃってさ、結構サービスカウンターのところにスタンプのやつが置いてあって、それを押そうとすると、とか、あとスタンプどこですかとか聞いたりとかすると、うわ、こんなに揃ってる人初めて見ましたとかって言われたりとかしました。はい。で、ねえ、こういうのね、人数が全然違ったりとか。で、ここに東急ストアがありますけれども、これ単純に東急は65名って書いてあるんですよ。で、こう一般の普通の人が見た時に、65名、で25名、20名ってやったら、単純にさ、20名よりも65名で応募した方が当たるって思うじゃないですか。キューピーに至っては、おそらく昨年は、ね、一番多かった。当選人数が多かったのが杉薬局とかとダイレクスも多いですよ、これ300名。あと300がおそらく一番多いかなと、もしかしてワンちゃん350とか400
ていう企業があるかもしれないです。で、まあ、ダイレックスなんていうのは我々はね、神奈川県民はほとんど知らないと思いますよ、ダイレックス。でも九州ではむっちゃダイレックスあります。なんかイオン張りにある感じ。なんか長崎とかあっちの、あの九州の方で結構展開してるスーパーだったりとかするんで、な、自分たちが知らないけど結構その地元密着とかでうわっといっぱいあるっていうスーパー結構ありましてですね。そういえばなんかあの泉っていう会社、あの夢タウンとか広島とかに展開してるあのスーパーなんですけど、そこなんか、私俺買ったんだよね、今回。なんか8月決算だっけな、うん、で買って権利通過させて、夢タウンなんて行かないようだってないもん、この辺はないんだけど、まあ、いやちょっとって思って買って、まあそれ優待タダ取りみたいな感じで信用で売ることもできるんだけど、あえて現物で買ったんだよ。そしたらなんか株価が上がっちゃってさ、なんかちょっとマジ3万円ぐらい、なんか100株で3万円儲けるっていうのはね、まあまあ結構いい感じですよ。で、私からするともう3万円で結構ニヤニヤする感じ。で、今回の乱高下、こうやって上がったり下がったりとかしてる間に、そう、上がったり下がったりの、これは短期っていうのはデイトレとかだと思うんで、中期っていうのかな、これなんかほんと1ヶ月ぐらいしか、1ヶ月も持ってないですよ。え、あれからもう1ヶ月経っちゃったんです。え?っていう、これ1週間とか、2週間とか、1ヶ月以内ぐらいで、3万円ぐらいを利益確保できる銘柄とかが、まあまあ結構ありましてですね。まあちょっと良かったかなっていう。なんか、こう嫌なことがあったりとかすると、なんか経済的なあれとかがついてくるなと。なんかこうやって、なんかちょっとまた弁護士みたいな感じのこう、空気がなんとなくこうあって、ちょっと気が重いみたいな感じになってきた時には、なんかいろんなところでなんか助けられたりとかするんだよ。ああじゃあこれああみたいな、やったみたいな、たまたまなんかそういうなんかなんだろう、何かに守られてる感があるんだよな。あーでも名言がちびすけなんで、あいつが持ってるのかもしれないですね。なのであのあいつをいじめるとだいたい滅亡するんで、もういじめんなよ、マジに。お前な、ここまで聞いてるかどうかわかんないけど、ちょっと最近私検証を主催してる関係上ですね、あんまちょっとなんか過激的な、なんか人が見て不快になる投稿は今控えてるんですよ。別になんか裁判の臨戦、ね、こう、受けて立つみたいな状態に入ってるわけではないんですけど、まあ、ずっと同じこと書いてもしょうがないじゃん。まあ、毎日ずつ。時間がねえんだよ、その文章を書く時間も。こう、子供がさ、泳いでるとか、なんかやってる時に、こう見守らなきゃいけない、こう見る時間ってあるじゃん。もう、ちっちゃい子供とか、子供の習い事とかってさ、親がさ、なんか見て、さ、見学みたいな感じでさ、上から見たりとかする、あれあるじゃん。あれ、ああいう時間とかに、だからまあ、1時間ぐらい、ある時に、わーって書いたりとか投稿できるだけで、日常生活そんな暇ねえからさ、なかなかさ、ずーっと書き続けるとか、やり続けるとかっていうのは、私は無理なんだよ、本当に。毎日、暇なやつって、もう自分がこいつは間違ってる。ちょっとでも間違ってるって思ったら、すっげーねち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 、毎日やってくるんだよ。それが、たった一人でも、やっぱ精神的にはね、嫌なもんですよ。本当に。で、もう、こんなやつに取り憑かれてずっと行くのかなって思ったら、もう生きてるのも嫌になってきちゃうんだよ。もう本当に。だからまあ、命のダイヤルなんてね、マジにね、そんなところにかける人たちは、まだ、本気モードじゃないんだよ。でも本気モードの人を救わないと、日本は滅びると思うよ。マジに。とも、民度がクソ。海外とかさ、行った経験がある人だったら、
どんだけ日本の民度が低いか、日本の底意地の悪い連中っていうのかな、なんかこう、このアジアの独自のなんかこう、なんか底意地の悪いところ、突出して日本は性格が悪い。韓国もまあまあ悪い。でも、日本人の男もものすごい悪い。どちらかというと、韓国とか中国とか諸外国の、アジアの諸外国の人の方が愛国心がある分マシ。うん、だって男の人って徴兵行くじゃん。韓国とかも。徴兵行かない人は社会貢献活動とかって言って、まあ2年がっつり行くか、4年とか6年とか、ずっとなんか、こう、ちょっと長い時間社会貢献活動するかって選択で、もう一番なんかこう、人生の一番ちょっと、ここはっていう時に徴兵制度とかで行くわけじゃんか。ああいうところがやっぱりまだ韓国の方がいい。日本はそういうのもないでしょ？だから、ものすごいクソ。ああ、だからもう死のうと思うぐらいだったらもう海外に行くみたいな、もうちょっと住みやすい、日本以外の海外とかだったら、今だったら多分多民族国家とかは、過ごしやすいと思いますよ。ドバイとか。あと、まあ、ドバイまでちょっと自信がねえよって、お金ないよって言うんだったら、マレーシアとか。うん。そっちの方が全然、教育水準も高かったりとか、まあ、全然なんかね、もう、違う。うん。なんかもう、日本やばいよ、もう。こう、なんか向こう行ってこっち来たりとか、それを繰り返したりとかしてた時期とかもあって、もうなんか短足でさ、男は短足で目がちっちゃくてさ、頭はハゲててさ、腹が出ててさ、なんだこの国はって。全くときめかない。これがさ、ヨーロッパとかトルコとかの人とかなんかは、まず姿勢が高いでしょ？足長いでしょ？スタイルもいいでしょ？目はグリッとしてて、これも日本人好みにかっこいい人がね、もうザラッといっぱいいるんだよ。髪の毛とかトルコの人とかっていうのは、金髪とかじゃなくて黒かったりとかするんで、もうなんか、なんだろう、この、かっこいいこの、あれはって思うくらいなんかズバッとこう、かっこいい人が多かった国だなと思ったりとかするんだけど、まあまあ、日本人の男からするともう、うん、なんかもう、全く、海外の、外国人の男の人のこの、果てしないこう、優しさ、まあ、レディーファーストとか、女性に対しての配慮とかも違うし、あと子供に対しての配慮とかも、全然違うんだよ。思いやりがなさすぎるんだ、マジに。だってもう、よくさ、なんかモニターとかする番組とかで、海外で、多分、ベビーカーかなんかが、石畳かなんかで引っかかってたら、絶対見たらすぐになんか、助けてくれるのが、ヨーロッパとか諸外国で、日本は見て見ぬふり、そのお母さんがむっちゃ若くてむっちゃ可愛かったら寄ってくるんだけどぐらいなレベルだと思うよ。基本的に無関心だったりとか、それどころかね、もっと最悪なのは因縁つけてきたりとか、人困ってて弱ってる時になんで因縁つけてくんだよとか下打ちしたりとかね、邪魔だちとかつって言うやつ、邪魔やボケボレやとか言ってくるやつとかもいるんだって。日本は人がだってもう困ってて、前に先に進めないって、外国の男性の方だったら、絶対助けてくれんで、階段とか、ベビーカーとかで降りれないで、どうしようって思ってたら、やりますみたいな感じで声かける人っていうのがすごい多いのに、日本は、そこで止まってたら、邪魔だとか、自分が先前に行きたいのに、ベビーカー持って、うっつら歩いてるやつがいたら、邪魔やって。まあ、手出したら、それ、捕まったりとかするから、そこまでしないにしても、邪魔やとか、チッてやったりとか、まあ、ほんと心がね、チンカスみたいなやつが非常に多いんだよ。もうな、短足でさ、もうなんかハゲててさ、なんかね、ほんとなんか思い悩んだら、海外に行っちゃうの方がいいかもしれない。そんなのが、皆さんですね、日本に絶望して海外に行く人が増えたら、日本滅亡するぜ、マジに。ここをなんとかしなきゃダメだ。
マジに。ここをなんとかしなきゃダメだ。って思った。27歳とかでさ、あんな綺麗でさ、いいね、いろいろ、これからの可能性がある人が、ちょっとつまずいて、ちょっと間違えただけでさ、上げ足取ってどんちゃんやるっていうのはね、どうかと思うよ。特に国民民主とかの、人とかだったら、山尾さんを見習いなさいっていう感じで、ね、山尾しおりさん。あそこまでやって、あそこまで叩かれても、ね、元気にご活躍してたっていうさ、うん、あの時なんかあったじゃん、お二人、山尾さんと豊田舞子さん、あのお二人が叩かれて、豊田さん亡くなってないもんね。だからむっちゃしんどいと思うけど、まあたまにテレビとか出てきてるから、あれくらいのねメンタルってなかなか持てる人なかなかいないと思うよ、マジに。あんだけなんかちょっとミスったやつとかさ、内部告発みたいなやつですからさ、邪魔だって。トヨタさんなんかさ、もっとお嬢様キャラでさ、はい、私が考えてるなんとかがって、すげえなんか喋り方とかすげえバカ丁寧なんで、お嬢様みたいな喋り方なのに、使えねえなおめえはだって、ハゲこのハゲなんか、あれマジビビったもんね。でもあれをすげえ言われて、すげえ叩かれて、あんだけあれして選挙に出て、すげえなって思ったもんな、あれが。で、確かあれの時期に、まあ、どうよっていう山尾さんと豊田さん二人出て、山尾さんの方が受かって、まあ、その後、継続して、まあ、次々と、なんかこう、探られたらまずい、出てきてってことが出てきて、立憲民主とかでいられなくなり、国民民主に行って、で、国民民主で結構、いい感じだったのに、あれでしょ？なんかもう大丈夫？って、あの方、イケメンの党首、もう、こうやってなんかちゃんと守れよって、党首だったらって、とりあえず、とっつくのは、可愛いとかさ、なんか話題になりそうとかさ、そういう人と組んでさ、とっつくのはいいけどさ、ちゃんとさ、声かけたんだったらさ、その人の人生、あるんだからさ、なんかもう自分が身を挺して守るとか、そういうぐらいのさ、リーダーになれないのかなっていうのがちょっと本当になんか思いましたね。ああいう、なんか、明日は我が身でね、いつ、何のきっかけで人から攻撃をされて、バーってやられるかわかんないような世の中ですよ。で、一般人の普通の、なんか別に立候補しなくても、一般人が今普通に生活してて、ちょっとやばい言動をしただけでもうスマホで拡散されて、SNS で拡散されて、人生積むパターンとかが結構あるわけじゃん、人生積むパターンが。な、割と、なんかこう、もう、なんだろう、こう、メンタルとかはね、みんな病むって、どんなになんか強い人でも。やむって、そこをさ、ちょっと許そうよって思えるような、なんか一つぐらいなんかがあったって、気に入らないことがあったって、で、許せるさ、社会にしたい。誰だと思う、マジに。なんか、あとそうやって死ぬまで追い込むみたいなことをするのはね、間違ってると思うよ、マジに。本当になんか、ちょっと、人が亡くなりましたとか言って、特にね、自ら亡くなったみたいな、あれが飛び込んでみて、なんかドヨーンとしましたよ、ドヨーンと。あって、うん。関わりのある方ではなかったんだけど、でもやっぱドヨーンとしたら、なんでこんな死ぬまでみんな悪口とか言ったりとかするんだろうって、思った。うん。だからもう別になんかそれが不正受給に当たるんだったら、当たるっていうので、ペナルティを含めたお金を返還とかさ、そういうのでさ、償ったら別にもういいじゃんって思えないのかなって思うんだよな。だからね、認めたりね、できなくなっちゃうんだよ、なんかやっちゃったら。知りませんとかって言い続けるしかないんだよ、間違ったとしても。
認めたらそこバーってフルボッコにされるんだったら、これもう逃げた方が得じゃんみたいになるような感じになるから、間違ってるよね。で、私これもやらなきゃいけないんで、この辺で。今日もまた、ファッと。画面見なかったらもう1時間半ですよ。ちょっと、まあ頑張りますわ、これ。キューピー。キューピー。まああんま本気出さないですよ。なバーコードはちなみにこれ限界ギリギリに切ってます。限界ギリギリに。これはね、なんか、これは1。すごいでかいビークサイズのマヨネーズのやつなんですよ、これ。あのね、学食のおばちゃんにもらったんだよ。あの、もう袋まんま取っといたよ、みたいな感じで言われて、で、もらった。うん、結構あの、学食とか、その辺、あの、購買みたいな、あの、人とかに、声、あの、仲良くなったりとかすると、あの、取っといてくれたりとか、します。はい。いろんな人と友達になっとくと、いいですわよ。どこの学食だよ。そんなのさ、細かくまでさ、言ったら個人情報バレちゃうから、ね、あんの、ね、そういう、なんか、友達でもさ、ね、いろんな職業の人友達になった方がいいわけだから。あんの。ね、こうやって切って、限界にあるわけですよ。それをいろんなハガキ、まあ今あるのが、スーパーアルプスとか、スーパーアルプスと、どこだった、マルエツとダイレクスでしょ。それも、あの、3枚ずつ貼れば、多分9枚ぐらいしかないよ。これそんなにいっぱい、どんだけ応募できるのかわかんないけど、まあ、今年はそんなに、あの、キューピーも、そんな本気出さない。あの、なんかもう、だからこんなのキューピー人形がいっぱいあったって、意味ねえもん。そういえばなんかさっき掃除してたら、出てきたの。これは何？誰？え、これ去年の？これ何？虎？いつの、え、去年立つでしょ、これいつの、今さっきそのなんだろう、なんかを探してたよね。あ、ケトルを探したら こいつが出てきたんだよ。これ何、いつのこれ、牛の次だよね、トラって。これトラだよね、多分。この子出てきたんだよ、さっき。あ、虎年って書いてある。虎年って何年前って。したんだ。頭ですぐ考えられないから。疲れております。ということで、はい。ご視聴ありがとうございました。